はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、ほんと言いづらい。まだ慣れない。じゃあ続きをやっていきましょう。今度はなんか変な洞窟に向かうところからですね。ちょっとパーティー編成を見つつ、ユニットティナが魔導砲撃ってたぞ今。装備で、ティナにブロンズナイフをね、できたんで装備させました。これブロンズナイフさ、装備させてさ、魔導アーマー意味あんのかっていうちょっと謎のところはありますけど、とあとですね、このユニット、こいつ名前忘れちゃったけど、ダブったんで早速で、ユニット強化っていうのがあって、こいつにこいつをくっつけましょう。こいつそうすると、なんかそのトラストっていうのがアップするみたいなんで、で合成する、同キャラを合成するとトラストがアップすると。でそう、このトラストマスター報酬っすね。これなんだこれって言ってたけど、でこのトラストマスター報酬が、まあ、左の今 0.1% ですけど、これが 100% になると、まあ、ファイラのアビリティをもらえるという感じですね。なんでこのトラストマスター報酬も、お、5.1 には終わった。5% 上がりましたね。で、まあこれはユニットを一緒に連れていくと上がったりするみたいなんで、まあそうですね。ここも結構重要ということですね。クルルちゃんとか何持ってたんだっけ？見れない、ここからだと。ユニットから見ますか。こいつはサンダカだ。そう。強えな、さすがに。レア3だけあって。あ、レア5とか。なんかセシルとかはエクスカリバーとか持ってるみたいですね。まあ一応情報ですけど。まあでは早速、ワールドの方に行って、ダルナキア洞窟行きましょう。ポーションとか全部使っちゃったからな。人がいきなりぶっ倒れてんだけど。もっとさ、早く詰め寄れよ。おい、しっかりしろ。もう少し高速化はやっぱできないか。で、一応スキップそのものはできるんですよ。この右上のボタンを押すとスキップってある。で、これ完全に飛ばしちゃうんで、まあ飛ばさないでいきましょう。ミラノ、村のみんながゴブリンに連れ去られて。ゴブリンごときに、どういうことだ？ゴブリンが人をさらうなんて、これもクリスタルが破壊された影響と考えるべきか。知恵をつけたってこと？それとも統率者が出てきた？大丈夫。あとは俺たちに任せてくれ。おい、レイン。俺たちは城に戻らないと。そんなことは分かってる。分かってるけど。だったら、ここの人たちはどうなってもいいっていうのか？それはいけないだろう。やっぱ民の安全を最優先だよ。しかし、目の前で困っている人を見捨てるのがグランシェルトの騎士なのか？俺はそうは思わない。俺たちの力は弱き者のためにある。違うか？まあ違わないっすね。なかなかの正論だな。そうだな、わかった。ゴブリンを殲滅し村人を救出する。イエーイみたいな。さすがラセール、それでこそグランシェルトの騎士。邪魔すな。そうと決まったら急ぐぞ。これ何気にね、ダンジョン探索するのが結構面倒いんで、最初の森みたいに勝手に進んでくれた方が楽っすね。バトル数4、まあこれは勝手に進む系ですね多分。同行者、あ、またマッシュがいる。同行者どうしようかな。基本みんなレヒンだな。あ、ジタンがいる。ジタン、ジタン連れてきますか。じゃあよし。お、ポーション2個あんじゃん。買ったんだっけ。あ、手に入れたのか、この前の洞窟とかで。まったく、お前のお人よしさにはうんざりだ。そう言いつつ一緒に来てくれるラスウェルもお人よしだけどな。別に俺はお前と一緒にするな。なんでこんなツンデレなんだよ。さらわれた人がいるのは最深部だ。気を引き締めていくぞ。なんでわかるんだよ。あ、もう戦闘か。
まあ、ここはもうみんなそのまま普通に攻撃をしていきましょう。めった打ちで。サンダー、ゴブリンパンチ。結構食らう。マジか。魔法を使う余裕があるのかな、このトロン。マジックパワー27で、バトル数4でしょ。まあ、ゴブリンに対しても魔法は、うわ、結構食らうな。絶対使わないんで。ケアルを覚えてるやつとかが欲しいな、そうすると。クルルが赤魔同士のくせにケアルを覚えてないっていう。やっぱ赤魔同士といえば、ケアルも使いつつ、黒魔法も使いつつっていうのが売りなのに。ちょっとトロンは、3か。まあ3だったらちょっと、サンダー使ってみましょうか。サンダーがいくつ当たるか。単品でもう攻撃しちゃおう。わかりづらいから。36。レインっていくつ当たるの ?30 の19。で、ラスウェルが51。クルルは、あ、クルルもぶん殴っちゃった。まあクルルも魔法使いだからな。ティナは21。わかんねえ。ティナが一番わかりづれ。ジタンは3回攻撃、まあいずれにせよ強いっていうのが分かったのか。うわぁ。ダメージをな、結構食らうなぁ。まあ、あとはみんなぶん殴りましょう。ゴブリンも意外に強いな。ゴブリンパンチってさ、自分のヒットポイントが減ってれば減ってるほど強い。そういう技じゃなかったっけ？違ったっけ？クルルのヒットポイントが若干まずいな。次食らったらポーションで回復させようかな。ポーションの数がいかんせん少ないから結構厳しいな。うお、またティナ食らったな。うん、まだいけるか。4戦目で終われば一旦。うおー、トロンがやばい。まあ、あとゴブリン1匹。4戦目が終われば全回復するっていうんだったらな、もう少し魔法を使っていってもいいかもしれないですね。魔法キャラ、どうだろうな。2人いるかな。またゴブリンだぞ。当たり前だろ。ここはゴブリンの巣なんだから。まあ、それはそうだが、身も蓋もない言い方だな。まだ洞窟の半分も来ていない。まだまだこいつらはいるはずだ。まだ半分来てないの？ちょっと、サンダー使って、クルルも魔法使っていきましょう。サンダー。ゴー！やっぱちょっとダメージは当たってますね。ティナが本格的にやばい。トロンも本格的にやばい。スティールバトル回復しなかった。これ多分リピートするとまた魔法使ってくれるっしょ。おー、使ってくれるね。お、ジタン。てか、ジタン狙ってほしいんだけど、むしろ。じゃあ、あとはもうボコして終わりと。このゴブリンども、普段より凶暴になっている。しかし、なぜクリスタルが破壊されるとモンスターが凶暴化するんだ。城に戻ったら早急に調べなきゃな、ラスウェルが。なんで俺だけで調べるんだ。二人でやるぞ。強制的にだ。これ、どっちが偉いの？階級的に。クエストクリア。これで、ね、回復してくれればもうちょっとガンガン行こうぜでいけるんだけど。よし、みんなレベル上がったな。アテナとかなんかあれがないな、その連れてったらゲージ。あー、これでまた深いところに潜っていくと。同行者マッシュよく出てくるな。まあ今回は他の人がいない。マッシュ一択か。そうするとてかさ、まあレベルとか全然見てない。もうキャラクターしか見てないからね。でも576、この人強い。ヒットポイント701あるし、この強い人を連れて。でもね、キャラ被ってもね、やっぱりキャラは被んない方がいいんで、これにしましょう。ってことは俺もリーダークルルにしようかな。太
と思ったんだけど、ゴブリンって名前の響きは悪くないよな。そうか？なんだいきなり。ほら、最後のリンって部分がなんか愛らしいというか、可愛くないか。全然そんなこと思ったこと一回もないんだけど。全く共感できないな。その通りだ、俺も共感できん。FF は基本ずっとやってるけど、FF9 はやってないんですけど、ゴブリンがその愛らしいとか、そんなこと一回も感じたことないよ。スパイダーマン、ブラックウィドウ。でも普通にさ、攻撃一旦で倒せるんだったら魔法使うまでもないかな。倒せねえし。ちょっと残った。まあマッシュが食らってくれたから今回は良しとしましょう。もう少しな、ダメージが分かりやすくなってればいいんだけど。バルキリープロファイルみたいな感じだけれども、バルキリープロファイルの方がちょっとダメージは分かりやすいですからね。これ完全に重なってるんで全然分からん。88。そうだよな、ティナ防具とかなんか多分装備してないからな。マッシュの最後の一撃だけやっぱり遅いな。おー、ラスウェルも食らうねー。食らえ。最後は12だな。ラスウェル、お前もゴブリンに習って可愛い名前にしたらどうだ。は？今日からお前はラスリンだ。ラスリンはちょっと可愛いっすね。やめろ、本気でやめてくれ。戦闘中にこんなこと話してんのか、お前らは。もっと戦いに集中しろよ。ゴブリンがワンサが出てきてんだろう。うわ、クリティカル食らった。いや、クルル結構パワーあるな。トロンも417って。ヒットポイント的にはそう悪くないな。で、こいつは結構強いんで、ファイヤーで燃やした方がいいかな。で、サンダー。よし、これで、一ターンで、倒してくれ。頼むぞ、魔法。いくつ当たったんだか全然わかんねえけど。とりあえずワンターンキルはできたな。次が最後だっけ？バトル4の4。あ、グリーンスライム。これね、絶対魔法だ。ファイヤー。クルルも、サンダー。あとはもう攻撃するしかないな。よし。ラスウェルのヒットポイントがちょっとまずいけど、ここは押し切る。まあこのバトル系だったらね、いいぞラスリン、その調子だ。やめろと言ってるだろう。だったらお前のことはレイリンって呼んでやるからな。ちょっと語呂は良くないな。な、やめてくれ。鳥肌が立った。レイリンは、呼びづらいですね。ラスリンはかなりいい名前だと思うんだけど。59円の378。このランクアップすると何が変わるんだろう。300手に入れて、いくつ必要なんだそもそも。よくわからん。クルルがレベル上がったな。まあ申請はしなくていいでしょう。全然フレンドいないからな。友達いない。高2の住処。じゃあここもやっていきましょう。ああ。あれ、もしかしたらこれ使っちゃったらいないってこと？ここに出てるのはみんな同じで、使っちゃった人は消えていくみたいな。だってラスベルとかいるし、このヒットポイント700の人もいるし、そう考えると、じゃあ700連れていくしかないな。出発すると、まあ、特に選択肢はないからな俺には今のところ。なんかゴブリンの数が増えてきてないか。ああ、攻撃も激しくなってきた。洞窟の奥が近いってことだな。村の人たち無事でいてくれよ。確かに、なんで村の人をさらうんだ。クルルもちょっと魔法を使っていきましょう。ここは
1戦闘で1回くらいは使って大丈夫でしょ多分。でここのマップの多分4がボスだと思うんで、そこまで多少は温存しときたいですね。あ、アブト弱い、すっげえ弱いアブト。1ターンでね、まあ、2体は倒せないか、3人で倒さないといけないってことだからな、そうすると。まあ、1ターンで1匹ずつですね。バトル2、このメンツだったらまず攻撃でいいんじゃないか。あのスケルトンがな、サンダー72、1ターンでいけるか。あ、余裕だな。61、もうこれだけ見ると何のアイテム手に入れてんだかさっぱりわかんないし。バトル3、あーなんかまたいるな。ちょっとここ魔法使ってこう。サンダーのエアロ、よし行け。おお、結構減ったな。グリーンスライム、グリーンスライムね、意外に攻撃が通る。なんか1とかそういう感じではないっすね。だいたいこういうグリーンスライム系とかほぼ攻撃が通らないっていうのが、まあ、常でしたけど、確かに魔法キャラ入れてなかったらどうにもならなくなっちゃいますからね。魔法全体買ってないのかな、そういえば。試したことはないけど。よし、ボス、バトル。ゴブリン、ゴブリンガードっぽいな、真ん中。なんで、これ、なんか周りから俺としては排除したいんだけど、攻撃対象とか、あ、一応選べるのか？あ、一応選べるな。まずは、こいつを普通に倒しますと。うおー、そうか。めっちゃ攻撃してくるのか。クルーがちょっとまずいからな。トロンが、薬草じゃなくてポーションをクルーに使って、あとはゴブリンを集中攻撃して倒せるよね。よし。うおー、いけー。またクルルちょっとまずいな。1個しかねえからな。ちょっと取っとこう。そうするとクルルあれだな、リジェネ使おう。全体化リジェネで、あとはまたゴブリンを排除と。リジェネでいくつ回復するかだよな。よし、結構回復する。これは助かる、めっちゃ助かるわ。じゃあこのゴブリンも排除して、真ん中のゴブリンは総攻撃しましょう。ゴブリンガードか。弓。結構食らう。これリミット使っちゃっていいよね。これ敵全体か。敵全体とかあるんだ。敵1体にってちゃんと書いてあるし。敵1体にダメージ。まあ、こいつは同じか。フレンドのみ使用可能。あ、そうなんだ。必殺技はフレンドしか使えないんですね。これフレンド、全然当たんねえんだけど。いや、これリジェネ跳躍脱はそうするとちょっと長期戦になりそうだからな。トロンはサンダーかけるでしょ。でクルルはライブラちょっとかけてみようかな。せっかくなんでまずライブラをかけましょう。ピコピコピコ、1192、結構ヒットポイントあるな。石は無効、弱点らしきものはないっすね。1192、まあ、1200残ってるとして、あれだけ総攻撃かけて300だけ与えたの。しかしこっちには、あ、リジェネ切れてる、いつの間にか。早いよ、もう2ターンくらい持ってほしかったな。クルルのリミットが、まあでもゴブリンだと1体だから大丈夫か。これは押し切れるな。
あと2ターン。うおー、食らったら死ぬ。確率6分の1。まあ死んでも別に経験値もらえないわけじゃないんで。さらばだ。ゴブリンカード。崩れ去っていった。よし、これで全てのゴブリンを蹴散らしたぞ。村人たちも無事のようだ。さあ洞窟を出ることにしよう。それにしてもかなり時間を食った。もうお人よしは勘弁してくれよ。まあお前にそんな忠告をしたところで何の意味もないだろうがな。はは、分かってるじゃないか、ラスウェル。これレインとラスウェルと外せるの、最終的に。最終的にっていうか、まあ今の段階でも、まあ、キャラがいないですからね、そんなに。お、ラピス手に入れた。やったー、これで300だ。ランクアップ、ランク5。おー、ラピス100。あと100貯まればガチャが引けるガチャはどんどん引いていきましょう。よし、ラスウェイとレインもレベルアップ。まあこれは申請しなくて大丈夫。あとここの洞窟にウルフが10体いるみたいな、そんなあれもありましたよね。村人3人しかいねえのかよじいさんと子供とお姉さん、ありがとうございます。本当に助かりました。うん、よかった。あとは自分たちで村に帰ってくれ。俺たちは城へと急がねばならん。行っちゃうのか。そうだ、ちょっと待ってください。何くれる？何くれる？君たちはいいよ。どうせ囚われてたんだから何も持ってないでしょ。じいさんマジ遅いな。ついさっき精霊の塔から大きな光の柱が立ち上ったんです。なんか気味が悪くて、精霊の封印が解けたりしてないでしょうか。いや、明らかにこれ解けてるだろう。おいおい、まさかまた寄り道する気か。もしかしたらクリスタルが壊された影響かもしれないだろう。それに、なんだなんでハートマークがついてんだ。セイレーンってすごい美女だって言うしちょっと噛んでしまった、あまりにもあれで。もし会えたらそれはそれでラッキーって感じだと思わないか。どうなの、これ現実にさ、魔物が可愛かったらさ、どう思うんだろう。まあ封印の確認は必要かもな。セイレーンが美女かどうかともかく。そうかそうか、ラスウェルも美女に会いたいってわけか。だって結局倒すんでしょ。違う、まあ現実に魔物とかには会ったことないですからね、全然わかんないですけど。はい、というところで、こっちの洞窟、ダルナキア洞窟が終わったので、次回はセイレーンの塔からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。